山田店長でーす。ということで、おはようございます。今日は令和2年の、3月12日、6時40分。ということで、今日も放送一発やっていきたいんですけど、声入ってますかね？入ってますね。ということで、ですね、実は3月12日が、私の51歳の誕生日になりました。アホや。いやー、51歳になりましたよ。誰や、イチローですね。イチロー51歳ですよね。うん、ってことで51歳、なんとか、よう生きてきましたね、今までね。51年間、中学校ぐらいの時はもう30歳でもおっさんと思ってたのに、51歳とか超おっさんですよね、ぶっちゃけ。まあまあ、でもね、あんま変わらんですね。中学校の時とあんまり変わらんですね、考えとかなんか思いとかね。まあまあまあ、そんな感じで、ちょっとね、あの朝ね、そうそう、プロフィールパッて、あ、ツイッター見たらこんな風にこう風船飛びました。まあそれがちょっと嬉しいかなみたいな。はいはい、ああ、誕生日ありがとうございます。おめでとう。チンビありがとう。でね、そうそう、まあ、51歳になったからなんかっていうのは全然ないんですけど、まあ50になった時に決めてました。もう好きなことしかしないって、もうわがままに生きる、どっちみちあと何年生きてるかわからんからっていうのは決めました。ね、まあ今年の目標立ててるんで、51歳になったからっつってなんか1年間どうのこうのはもうちゃんと1月1日に決めてるんで、もう全然気にしてないんですけど、それはね。まあそれよりちょっとせっかくなんで少しだけなんか話させてもらうと、さっきちょっとここにも書いてるんですけど、わがままに生きるとかうんの書いたけど、やっぱね、夢っていうかな、やりたいことでもいいですね。夢っつうとなんかちょっとおこがましいかな。やりたいことをやった方がいいよね。多分皆さん、僕より若いと思うんですけど、ほとんどの人が、もしくは同じぐらい、あんま上の人多分聞いてないと思うんですけど、本当皆さんやりたいことやった方がいい。100% それだけは言うとく。すぐできることはもうすぐやった方がいいと思う。僕ね、リスト書いてるんですね、全部。Excel にね、やりたいこと、夢がね、今ね、120個ぐらいあったかな。もう一応それも何て言うかな、タイムスケジュールっていうか、日付打ってここまでにやりたいっていうのをもうバー書いてます。書いてます。でもうね、何個潰したかな、もともと200個ぐらい書いてたんで、多分80個は潰してると思います。もう叶えてます。だからもう書いて、もう決めて、日付決めて、例えばもう旅行行きたいっていうのは夢じゃないですか、実現したいこと。例えばそやな、分からんけど、俺行きたいとこ一つあるんですけど、ちょっとまあ行くで言わないですけど、例えばどこそこ行きたい、例えばニューヨークに行きたいとで決めるじゃないですか。ただ行きたいじゃん、もう行かないんですよね、絶対じゃないけど。多分行かない。例えばだから、もう日付打って、例えば2021年の誕生日に行こうって決めるじゃないですかね。だからもうお尻が決まるってことは、日にちが決まったらそこからお金を例えば貯めるとかさ、行動を起こすわけですよ。例えば英語をちょっと喋りたいなとなってきたら、そんなのもう明日から英語を勉強しようとかさ、やっぱ日付決めないとなかなか実現しないと思います。あとはもう反射神経的にパッパパッパできるやつはもうパッパパッパやった方がいい。ただあんまりリスクあることはしたらいかん。例えば株とかもそうやけど、いきなり株とかやってね、大損失はちょっと怖いんで。ってことで、夢にやっぱり日付をつけて、やりたいことに日付をつけて、もうそれを向かってやっていく。だってもういつ死ぬかわからんからね。だからやった方がいいかなと思います。だから夢しか叶わないっていうのが、やっぱりそう思ったことしか起こらない、想像した以上のことは起こらないと思うんですね。自分で想像しないことには起こらない。例えば何でもいいけど、こう今手元にあるこれメジャーですよ、メジャー。こうね、普通に当たり前にありますけど、よくわかんないけど、俺もこれを作りたかった人がおったはずなんですよね、多分ね。わかんないけど、
もっと便利な測るやつないかって巻いてどうのこうのとか思って、夢ですよね、実現したいことで、これを想像したからできたわけですよね多分、うん、だから俺は夢しか叶わないと思うんですよ。想像せんと絶対起こらないと思ってるんで、ぜひですね、夢を皆さん叶えてほしいなと思います。もうどっちみち本当俺もいつまで生きてるか分かんないんで、もっとやっていこうと思ってます、やりたいことで。ちょっと書いてたけど、題名にゲームセンターとゲームショップ夢やったんですよファミコンショップね、もっとちゃんと言うとファミコンショップとゲームセンターやりたくて、ゲームセンターもやりました。一応まあみんなの協力の上ですね、何台あるんかな、20台ぐらいぶわ並べてます。基盤もいっぱい借りてます。僕も買いました。お金めっちゃかかってます。売り上げは0円1円も取ったことないでもね、何人来たかって言われるとね、もう延べで100とかはもう全然超えてますね。200も超えてると思う。もういっぱい来てくれて、いっぱい笑顔と元気もらいましたんで、もうそれが僕のなんていうかな、報酬、うん、でいっぱい知り合いできたし、うん、それが僕の財産、うん、だからやってよかったと思ってます。でそれを裏付けが必要なんで、家具売らなくちゃいけないんですよ家具が売れ続けるさえすれば、あのゲームセンター続行できます、うん、会社が潰れない限りね、うん、でゲームショップも夢で今年から、何月だったかな、やりまして、ゲームショップもオープンさせてもらいました。ありがとうございます。これも夢でした。で、実現したんですけど、全然売れないまあ売る気がないっていうのもあるんですけど、何だっけ、攻略本100円と、この間、いただいたあの Wii の Wii Fit と Wii スポーツ30円の売り上げで、現在160円の売り上げでその売り上げちゃんとね置いてます。160円、これ募金しようかなと思ってます。1年後、12月31日に、募金、もうこれが1万2万3万になろうが100万になろうが、募金しようかなと思ってますんで、はい、あとそうそう、ソフトとかはもしいらなければください売ります俺が。Wii Fit も Wii スポーツももういただいたんですね。でそれを売っていこうかなと、自分のも売りますよ。自分のも売るんですけど、なかなか売らないというね、売る気がないっていうかてな感じで、51歳になりましたけど、さらにパワーアップしてやっていきたいなと。次ね、俺考えたのちょっと食べ物屋したいんですよね。食べ物屋ちょっとこれはリスクがあるっていうか、いろいろ問題、今こそねちょっとコロナで影響でちょっとね頓挫しそうですけど、今年中に一応ね日付も決めてるんですけど、たこ焼き屋したいんですよ。たこ焼き屋、うん、夢なんですよ。あのゲームセンターの、俺大阪におったから、駄菓子屋ゲーセンのセットでやっぱたこ焼き屋がセットでひっついてたんですよね、うん、たこ焼き屋をしたいなと。で、日曜日だけ、たこ焼き屋開店させて、まあ限定3パックぐらいでいこうかなと。3パックか1パック3パックか1パックぐらい、もう作る時間ないんで、まあ、1パックか3パックぐらい作って日曜日限定で売りたいなと。そのためになんかこう取らないかんですよね多分ね、食品衛生のなんか、うん、でも台所とかキッチンあるんですぐ取れるでしょって言われたんで、ちょっとそれ取りたいなと、次の意味はたこ焼き屋まだいっぱいあるんですけどね、だから120個あるんで、なんとか叶えていきたいなと思う山田店長でした。ということで51歳、またまた楽しんでいきますんで、よかったら3月14日もゲーム会します。夜、15日も一応イベント中止しましたけども、ゲーム大会やりたいなというふうに思ってますんで、よかったら来てやってください。山田店長に会いに、ちょっと遠くても来てください。俺がねなかなか外出れないんで、あの今もう仕事必死なんで会いに行きたいんですけどね、みんなにね。でもやっぱこう来ていただけたら本当助かるし、ゲームセンターもやってますし、あのゲームショップも覗いてやってください。で家具もついでによかったら、もう心と一致すれば買っていただけたらなと思います。はい。で、